ランチ行っていい？なんて殺傷能力の高い角度なんだ。翼こっち来て。こんなとこ鎌倉ってさ。あの、一緒に入ろ。もう初体験？え、うん、そうだけど狭いよ、冬木さん。もっとくっついて、ほら。入ったばっかじゃん。あんま変な声出さないでよ、冬木さん。もう行くから。翼ちゃん。え？そんなところで何をしているの？おばあちゃん！会話が聞こえましたけど。一番聞かれたくないところ丸々聞かれてた！翼出るの早い。初体験はもっと大事にしな。翼のおばあちゃま？おばあちゃまが作った翼のお弁当をちょこっともらったんですけど。へえ。なんまら美味しかったです。ほんとマジ神って感じで。素敵な感想どうもありがとう。友達ただのクラスメイトで、冬木さん、その荷物は俺が持つよ。うん、どうぞ。大切な友達だと思ってるから。